2023年度子どもたちの心を育む活動、活動テーマ愛の輪広がれ沖縄生の子ども食堂活動、受賞団体山形県立沖玉農業高等学校食愛プロジェクト山形県。子ども食堂や子ども農園、食育活動などを沖縄食愛プロジェクトとして行っています。子ども食堂は経済的困窮に苦しむ一人親世帯などの子どもたちが対象。子ども農園の取り組みは受け手としてだけではなく、自ら食を手に入れる自助の大切さを伝えたいと始まりました。地産地消などの食育や農業への理解促進を目的にしています。食品の寄付を募るフードドライブや食材を配布するフードパントリーなども行っています。受け手としてだけではなく、自ら食を手に入れる自助や共助の大切さを伝えています。